ツボ浅いんだと思う本当に。普通に楽しくて笑っちゃうのいつも。いやなんか今日終わりました。なんか思いっきりあのステージ上の一番前で、しかも立ちとかじゃないの、しゃがんでんの。だから客席めっちゃ近い、しゃがんでるからめっちゃ そこら辺にお客様いる。でこうやってセリフ言った瞬間に鼻水がポンって出てきて笑いながらポンって出てきちゃって、私本当にあれみたいな。でもそれどころじゃないの、私はもうまず笑って次のセリフ言えるかすごい心配で、そのことしか頭になくて。でもすごいなんかね、客席すごい拍手起きちゃって拍手起きてめっちゃ笑ってて、みんなすごい盛り上がっちゃってて、私がその笑って吹き出して鼻水と反射して、めっちゃ至近距離だったんですけど、ファンの方めっちゃ拍手起きて、で私はもう次のセリフ言えるか心配すぎて頑張ってたんだけど、よく考えたらあれって私すごい鼻水出たよねって思って、私すっごい今鼻水吹き出さなかったって思って考えてたら、やばいやばいみたいな、やばい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 、気まずい気まずい気まずいって思って、すごく大変でした。やばいよ、めっちゃ焦った。私アイドルとして終わったと思ったマジで。いやマジで本当に、いや本当明日からマジで気をつけようって思いました。うん。明日もやるなら見に行こうかなって。え、鼻水はもう出ない、大丈夫。でも今日本当に笑いこらえてるいつも毎日。配信なくてよかったね。え、それですマジで。配信あったら終わってたマジで。はあ。いやもう楽しかったです今日も。明日も頑張ります。うん。うん。撮影タイム、あね、撮影タイムね、みんなが撮ってくれた写真見てますよ。私めっちゃさ変な顔してるいつも。ジャージのお代理好きだって。なんかお代理で検索すると変顔出てくる。なんか変顔しちゃうんです。変顔っていうかこういう感じのしちゃう。ハマってんの最近これ。チケットないけど3回目見に行きたい。え、待ってます。でも可愛い顔してる写真もね、ちょっと撮ってもらいたいので、明日から可愛い顔いっぱいできるように頑張ります。
と4公演ね、あと4公演だよ。あっという間、頑張ります。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるよ。お話し会の抽選始まったよ。だって、お、始まったみたいです。待ってます。お話し会の再販もあるので待ってます。イエイ。次の話かいつだろう。ツーショット当たったよ。だって、おおめでとう。28か、もうすぐですね。10日後。え、てかもうお代理サイタルから1ヶ月経ってる。ビッグリンゴ早いな。なんでタイトルが鼻水女なんだって。鼻水女だからです。さっき最前列で見れて、おだいりちゃんが始まりそうだって。お、嬉しい。最前列で見てくれたの。鼻水も見た。始まれ鼻水新規。いや、鼻水はまだわかんない、見てないかも。うん、マジで焦った。吹き出したマジで。うん、その服かっこいい。かっこいいよね、ジャージなのに襟ついてんの。明日は晴れかな。セットアップやって、セットアップ。これね、でも丈、ズボンの丈めっちゃ短い。もう足首出てる。エリちゃんは普通恥ずかしがるところもネタにしちゃうからすごいよね。だって、いや、なんかみんなで共有したいの、恥ずかしいこと。めっちゃ恥ずかしかったよマジ。だって鼻水プシャってなったんだよ。恥ずかしすぎて逆に共有したい。うん、もうはけた後大爆笑しちゃった。マネージャーさんに「私終わりました」って「どうした?」って言ったら「舞台上で」って、めっちゃ前の方にいるセリフで、めっちゃ鼻水プシャって噴射しました。「私アイドルとして終わりました」って。そう、とりあえず YK エージェントのマネージャーさんに連絡しとくねって言われた。そう、よろしくお願いしますって言って着替えた。うん、袖にファスナーある。あ、そう、ファスナーある。うん、いやー、もう大変だ。明日からもう頑張ろう、笑わないように。はあ、
もこんなにさ舞台上でさ笑いこらえられないの初めて、今までなかったと思う。マジで。稽古とか笑いっぱなしだったらって、え、全く笑わなかったよ稽古。めっちゃ真面目だった。うん。めっちゃ笑わなかった。いやなんか蜂の話ね、女王蜂、蜂の巣ダンスって話は毎回笑っちゃう。マジで。もう本当にあれねやばいんです。マジで笑っちゃうの。みんななんかもう肩震えちゃうの。でも頑張る。蜂の巣ダンスっていう話。何になら笑ってるのかもわかんないんですけど笑っちゃうの。本当に笑いがこれ切れなさすぎて、レイちゃまがググったんですって、あの笑ってはいけない時に笑ってしまうって調べたんだって、ググったの。そしたらあの失笑症、あの死、笑っちゃいけない時に笑っちゃう、そういう病があるらしくて、それなんです。そう、失笑症。うん、病。そう、マジでそうなの。そう、舞台上で発症しちゃう。笑っちゃいけない、笑っちゃいけないってか、そう笑っちゃうんです。そうだからみんなで気をつけようねって言ってます。うん、そう泣いちゃう。3回に1回涙出てる。うん、泣いちゃうマジで。笑ってはいけないに出れないになって、え、もう出たらやばい私。え、もうやばすぎる。ずっと笑ってると、でもまあね、みんな一生懸命稽古したので、舞台見に来てくださる方は楽しみにしていてください。明日は平日最後なのであっという間に終わっちゃうね。悲しい。明日も頑張る。頑張るぞ。おう、明日行くだって。お、楽しみだね。楽しみにしていてください。エリエリオー1000回ってきた。エリエリオーどういうこと。
どういうことやねん。えいえいおう。全声配信どうしようだって。あさって行きます。待ってます。明日も、お、危ね。明日もう一回椎名とちいこが見えるだって。ね、椎名とちいこの話もぜひご注目ください。痩せた？だって。痩せたい。エリエリオの T シャツ着ていこうだって。なんかお代理サイタルの T シャツ着てる人めっちゃわかりやすい、水色のやつ。片揚げポテトまだ禁止だって。禁止というか、なんかあんま食べたいって気持ちになんなくなった。最近カヌレ、いいの着てって、おじじやばくないだって。でもめっちゃ着てくれた、嬉しい。めっちゃわかりやすい、あの水色。うん、T シャツだけだと会場寒い。あ、寒いんだ。奈良漬けとカヌレの食べ合わせ声出たって。昨日の朝ごはんは奈良漬けともずく酢とカヌレとおかゆ、なんだっけ、何食べたんだっけ。最近奈良漬けが小田家のブームで、めっちゃ美味しくないですか奈良漬け。もうね、すっごい美味しい。お味噌汁とつくねともずく酢、そう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 。生まれて9000日の感想だって。え、そうなの。生まれてくれてよかったって思います。おだけのブーム奈良漬け、めっちゃ匂い癖強いんですけど、めっちゃカリカリしてて美味しい。うん、生まれて9000日目なんだね今日。うん、奈良漬けめっちゃ好き。そう、ちょっとお酒みたいな味するよね。え、奈良漬け食べたい今。ぶりがっこってなんだっけ、食べたことないかも。たくあん、たくあんはあんまり食べないかな私。あと紅生姜好き、紅生姜。てかね、今日ねお弁当がミート矢沢のお弁当だったんです。めっちゃ美味しいミート矢沢のお弁当、めっちゃテンション上がった。すぐ食べ終わった。あとね、すごい、スタッフさんがいいんだけど、 AKB のスタッフさんがめっちゃ歌うまいスタッフさんがいて、あの私がねそのキスバイエイトである曲を歌わせていただくんですけど、それのねハモリができるからって歌ってよって、じゃあ歌ってって言って、私は今日その曲を歌ってスタッフさんがハモってくれて、そう舞台袖の廊下で
ステージ、うん、あ、あの曲ね、だって動画見たいって動画撮ってたマネージャーさんが マネージャーさんたち、新人のマネージャーさんたちがこうやって拍手してくれた、うん、平和な現場だって、ほんと平和、オートミール食べますか？食べますよ、今日お母さんがオートミールのおにぎり作ってくれた。二公演で疲れてられるはずなのに今日元気そう。え、それな、今日首一回もまだ出てないよ。ね、いつもさ、あくびあくびめっちゃ出るのに今日まだ一回も出てない、なんでだろう。不思議だね。小田さんのテロップいつも面白いねだって嘘、真実のだけなんで、これ事実。ごめんなさいね、みんなステージ上で鼻水出す女がおしめなんですよこんな私でもあのこれからも押してくださります？うん、誇らしいだってウケる、赤ちゃんみたいで可愛い、やばい本当にね本当マジで焦ったわ。押される気分はやっぱいいものだって、いや嬉しいですよ。なんか普通に推しメン、なんか推しメンですって言われるとなんか逆に照れる、なんかなんて言えばいいのか分かんない。推しメンですってさ、面と向かってさあんま言わないじゃん人って。でもたまに言われるとキョドっちゃう。天の尺だから嬉しくなさそうだって、嬉しいです。なんかね、新人マネージャーの方がなんか好きって言ってくれてて、なんか AK ビンゴ見てた時からすごく好きでって言ってくれて、小田さんのキスバイエイトのステッカー携帯のケースに入れてもいいですかって言われてそう、え、嬉しいです
可愛いよね。ファンではないんですけど、なんか知っててくれて。そう、でもすごいみんなね、メンバーのこと、やっぱさ、こんだけメンバーいるとさ、覚えるの大変だもんね。だからもともとさ、知っててくれて嬉しい。マネージャーはさ、本当に大変だよね、絶対。あ、今カノのやつ、小田さん人気でしたね、だってね。なんか今カノにさ、設定してくれてるメンバーが結構いて嬉しかったね。せいちゃん嬉しかった。おめぐーも、今カレか、今カレでした。元カレはひーちゃん、ひーちゃん私のこと元カレに設定してた。でおめぐさんとめっちゃ喋りますよ。私の今カレはレミちゃんで、元カレが京香ちゃん。なんかもう選べない。選べなくて、そう、京香ちゃんの理由。京香ちゃんはそう元カレ、そうそう、すっごいね距離縮めたいってすごい思って、毎回めっちゃ話しかけるけど、そうちょっとあんまり距離本当に縮まんなくて心が折れたっていう。でも最近ね、可愛いのキョカちゃん、今日私マカロンをねみんなに差し入れしたんだけど、差し入れを差し入れしてキョカちゃんがねマカロンを持って、エリナちゃんいただきます、ありがとうございますってわざわざ言いに来てくれて抱きしめた。そう、可愛くないですか？で嬉しすぎて抱きしめて、マネージャーさん呼んで、ちょっとツーショット撮ってくださいって言って。そうで、ツーショット撮ってもらったやつがツイッターに載ってます。はい、そう、なのでぜひ皆さんツイッター見てください。そういつもね、ベルグの4月4月のベルグ、ベルグの4月っていうケーキ屋さんのマカロンを差し入れするんだけど、あれはね七瀬がね美味しいって毎回言ってくれるから、わざわざそう、このマカロン美味しい大好きって言ってくれるから毎回マカロンを差し入れてる。そう。ねえ、マカロン美味しいよね。17期生も喜んでいて、本当？なんか17期生の部屋にも突然入ってマカロン食べてくださいって差し出したけどさ、でも怖がられてないかなって思った。
ミリちゃん威圧感あるから怖がられてそうだって。私でもね、威圧感を出さないように頑張ってるんです。なんか普通にでかいから、身長がなんかでかいだけでさ、なんか威圧感感じやすいじゃないですか、人は。だから昔から威圧感を出さないように頑張ってる。うん、そう、親近感を大事に。でも最近楽屋に入るときに、あのおはようおはようって言いながら入るのにハマってて、おはようとかじゃなくて、はいおはようって言いながら、あの校長先生みたいに楽屋入るのにハマっててそう、はいおはようって、そうまあそこでちょっと威圧感出ちゃってるかもしれないけど、最近ハマってんの、そうやって楽屋に入る勝手に、うん、はいおはようって。反応はどうだって、今日服部に小田さん入りますって言われた。あんまイヤホンしてたからあんま聞こえなかったけど、はいおはようって言って入ったら、服部が小田さん入りますって言ってた気がする。そう、最近ねハマってんの、それで入るの、おはようおはようって言いながら入るの。声のトーンも大事、ちょっと低めで喉からおはようおはよう、はいおはようおはようっていうトーン。みんなもぜひやってみてください。ぜひやってみてくださいね。では今日の配信は終わろうかな。皆さん見てくれてありがとうございました。明日も舞台頑張ります。では最後におランキング読みます。いきます。13位ひとくまさとる、12位直樹、11位かずみんアットぐんまにあ、10位 KK3500、 9位しろじアット ODA 神吉、8位じゃんアットぐんまにあおだし、7位ポッティアットおだし、6位みやちゃん、5位まあアットおだし、4位まかしアットおだし、3位くるりん観覧車、2位なおなお、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では今日の配信は終わりたいと思います。見てくれてありがとうございます。ではまたね、バイバイ。